ので、そうですね。ただ私たちとあまり接し、彼女もわざとみんなに隠し事をするような人ではありません。なるほど。確か第13律者。いえ、すみません。強いて言えば私も真実については詳しくないんです。本人からそのことを聞いたのであれば、楽園ではいろいろあったと思いますが、私たちはお互い惹かれ合うようにここに集まったのです。なんだか昔のことを思い出して感慨深くなります。他の英傑たちもここに来ています。エリシ、何かしらの重要なピ、どういたしまして。俺はただ、まあいい。少し感動していただけ。こんな景色は、写真、俺の生まれ育ったところは、平和とは程遠く、俺は故郷を変えたかったんだ。多分、すべてが終わってしまった以上、ここに留ま、結局、エリシアの考えについていけなかったことだけが、誰が教えた？そういうことか。待ってくれ。あんたもエリシアに。誰もが経験していることだから。メイドの、ちょ、先ほどエリシアに会ったのじゃ。ここでは遊び相手が少ないゆえ、せめてこの際同郷のわらわに話し相手にでもなってくれと頼まれての。しかしその後慌てて去っていったのじゃ。ここがどんなところかも教え。エリシアから見た世界、まるで妹といった遊園地のようじゃ。あ、すまぬ。メイ殿にとってこれは少々重い話だったかもしれぬ。何せメイ殿からすれば、あの時代の全ては最終的に塵へと帰ったのじゃから。この話はやめるとしよう。せっかくじゃ、エリシアのようにあちこち回りながら景色を堪能しようではないか。小さい頃、故郷にはまだこのような高い建物はなかった。当時はよく妹と桜の木の下で遊んだものじゃ。どうやらわらわと汝は案外似ているところがあるのかもしれぬな。敵か。そう言うでない。今は試練ではないのじゃから、一人でやる必要などどこに。
お安いご容赦。今後何かあった時も遠慮せずわらわに言うとよい。できる限り助力する。エリシアか。英傑の中では一番単純なのかもしれぬ。何時の言いたいことは分かっておる。彼女の行動は常に予想できず、考えも読めぬ。彼女の気まぐれにはよく頭を痛めたものじゃ。しかしメイドの、このことだけはわらわでもはっきりと分かる。彼女、以前もそのような話をした覚えがある。わらわの聞き間違いではなかったのじゃな。しかし、他人が口にしていることが事実とは限らぬ。ひいては目にしたものでさえそうじゃ。これは、かつて影の中で生きたわらわの心得。真実がどうであれ、大事なのは何時の考えじゃ。時には、真実自体が重要ではなくなることもある。本当に重みがあるのは、真実の中から何を信じるかじゃ。なぜそれを聞くんじゃ。英傑とはすでに去っていった者たちじゃ。何も変えられん。受け入れられぬことこそ、わらわたちにとっての常識なのじゃ。じゃが何が待ち受けていようと、何ができるかを考えることこそに意味がある。この時代のため、未来のため、あるいは今の自分のため、理由が何であろうと、そのために動くという選択肢しか、人々には残っておらぬ。すまぬ。実のところ、こういった経験はあまりないのじゃ。わらわは理屈めいたことしか語れぬ。そうなのか？話し手よりも聞き手の方が、多くのことに気づくものなのかもしれぬな。どうあれ、役に立てたのならよい。